いなべ図書館は、三重県いなべ市にある、公立図書館、北勢図書館、いなべ図書館、大安図書館、藤原図書館の4館で構成される。特に大安図書館は、鉄道駅に併設されたユニークな図書館で、鉄道コーナーを開設して、鉄道関係の資料収集に努めている。いなべ図書館を構成する4つの図書館はいずれも、小規模で狭く、 図書館機能を一箇所に集約した中央図書館の設置が検討されたが、2018年現在、計画は凍結されている。稲部市は2003年12月1日に、稲部郡北西町、稲部町、大安町、藤原町が合併して発足し、各町が開設していた図書館を引き継いで、稲部市図書館が開館した。いずれの図書館も調で、閲覧室がなく、 バリアフリー化されていないという課題があり、2010年代より、稲部市教育委員会では、統合に向けた検討に入っていた。2010年度時点の増書数は、稲部市図書館全体で167,565冊、年間貸し出し冊数は234,453冊で、利用登録している市民一人あたりに換算すると、年間約18冊となっていた。 2014年2月、ケーブルテレビ局の CTY と稲部市が災害時支援協定を締結し、災害時に稲部図書館以外の3図書館にある CTY のアクセスポイント CTYWi-Fi を無料開放する協定が成立した。2010年代より稲部市教育委員会では市内に点在する4つの図書館の統合に向けた検討に入った。 そして2014年3月10日、合併特例祭を活用して、北税町上げに稲部市役所新庁舎を建設する方針が示され、新市役所竣工後に秋庁舎となる稲部市北税庁舎を中央図書館として整備することが公表された。同方針では隣接する北税市民会館と中央図書館を各として稲部市の芸術文化拠点。 生涯学習環境の充実を図るとしている。さらに2014年7月には中日新聞が中央図書館計画を報じた。北勢庁舎は内部が円形状で図書館への転用に都合が良いが図書の重量に耐えられるか否か調査する必要がある。との教育委員会生涯学習課の担当者団を紹介した。また、中央図書館の開設に伴い、 北勢図書館は廃止し、稲部図書館は、稲部市立稲部東小学校の学校図書館との併設に変更、対案図書館は、規模縮小の上で存続、藤原図書館は、絵本、児童書重視の子ども向け図書館に転用することが、検討されていた。に実現。2013年に公表された、中央図書館整備計画では、2016年度に、 整備基本構想を策定2017年度以降に設計に入る予定となっていた。しかし、稲部市当局は計画の凍結を決定2018年6月の稲部市議会定例会の場で4巻の統合は行わないこと稲部市役所新庁舎のシビックコアに夜間や休日にも開放する自習室を設けること稲部図書館を 稲部庁舎へ移転することが発表された。稲部市図書館には、稲ピョンという名前のウサギをモチーフにしたキャラクターがいる。稲ピョンは、稲部市の情報誌、リンクの図書館通信の記事中や、図書館の館内、カレンダーなどに、様々な姿、装いで登場する。2005年に初登場した際には、本から出てきたウサギっぽい謎の生き物という設定で、 怠け者でひょうきんな性格として描かれ、一匹のみであった。また名前は特に付けられておらず、図書館利用者からの名前の問い合わせが多かったために2011年に名前を公募して、稲ぴょんに決まった。次第にうさぎらしい姿に変化し、図書館で働く姿が描かれるなどしっかりとした性格になり、家族で登場するようになった。稲部市図書館の蔵書であれば、 4館のいずれでも返却可能。稲部市北税図書館は、稲部市北税町上げ期3083番地1の稲部市北税市民会館1階にある。市内4館のうち唯一常勤職員がおり、蔵書数、貸出冊数とも4館中最高で、他館で開催する図書館行事の問い合わせ窓口になるなど、事実上4館の中核図書館として機能している。 北勢市民会館の周辺に、万葉の里公園と呼ばれる、万葉集に登場する植物150種のうち140種を植栽した公園があることにちなみ、万葉集に関する資料を集めた、万葉コーナーを設置する。北勢図書館では2014年現在、読み聞かせ推進の会、つばめ、朗読ボランティア、ナヨの音、タンポポお話会の3団体が読み聞かせを行っている。 1990年6月に北税町民会館が新築開館した際に北税町図書館として開館した。北税町民会館は桜ホールを中心とした施設で図書館、市長各室、料理教室なども設置している。1994年度の1日平均貸出冊数は175冊、貸出人数は68人で、 蔵書数は32,500冊であった。小規模な図書館ながら AV 資料の充実に努め、同年度時点で音楽や洋画を中心にビデオ100本、レーザーディスク500本を所有し、AV コーナーは若年層を中心に年間4,000人が利用した。2014年国道421号で結ばれる桑名市、稲部市、 滋賀県東大見市の三市の間で交流を深めようと、北勢図書館、長島和獣図書館、東大見市立英源寺図書館の三館の共催で交流展を開催し、北勢図書館では、桑名市在住の小説家、黒田賢治の手書き原稿や、小学生時代の作品の展示会や三市の観光ポスター展示、パンフレット設置を行った。 2018年11月には、インスタグラムに、稲部探しを付して投稿された稲部市内の写真約100点を展示する催しを開催した。最寄り駅は、三義鉄道北勢千安劇駅で、同駅から徒歩約10から17分である。駐車場は350台分ある。稲部市稲部図書館は、稲部市稲部町、笠田新田111の稲部市役所稲部庁舎にある。 2000年に稲部コミュニティプラザの一角に開設された。図書館はこじんまりとしており、アットホームな雰囲気であった。小規模ながら読み聞かせを月に2回開いていた。2011年、稲部市と東大見市を結ぶ石暮トンネルの開通を、景気として国道421号で結ばれる、桑名市、稲部市、東大見市の間で交流を深めようと三市の、 観光 PR 店を、長島和住図書館、東大見市立永原寺図書館と共催した。2014年3月31日に一旦、休館し、増唱、稲部東小学校に移動した。移転先の稲部東小学校は2013年1月31日に、改築工事が完了した、新しい施設である。一時休館は9月30日まで続き、10月に、 いなべ東小学校内で業務を再開した。図書館のいなべ東小への移転理由は、当初、公共施設等配合に関する答申及び、第2期集中改革プランに基づくものとされたが、2018年6月議会で、日置康市長は、子ども活動支援センターの拡張が必要だったためと、答弁し、同年9月議会で、2つの理由が、相まってと訂正された。 休み時間には、児童の利用もあった。蔵書数、貸出冊数は、市内4館の中で最も少ない。蔵書自体は、稲部東小学校と稲部図書館で区別されており、一般利用者は稲部東小学校の所蔵資料を閲覧できるが、借りることはできない。また他の市内3館より休館日が多く、コピーが利用できないなど制約が多い。 小学校への併設という立地特性を生かして、小学生から10代までの子供向け図書の収集に重点を置いている。2021年5月7日、稲部市役所稲部庁舎に移設されて開館した。最寄り駅は、三義鉄道北勢線ソ原駅。稲部市大安図書館は、稲部市大安町大井田1305番地にある。三義鉄道。 三義線対安駅の駅舎と構築になっている。登録利用者数は市内4館の中で最も多く、増書数、貸出冊数は北税図書館に次ぐ。鉄道駅と併設されていることから通勤、通学途上に立ち寄る利用者が多い。特に電車待ちの中高生の姿が目立ち、受験勉強に訪れる生徒も多い。電車の行き交う様子が窓から見え、 子供に喜ばれている。また鉄道関係資料を集めた鉄道コーナーを開設している。大安駅は図書館を併設する珍しい駅として中部の駅100選に選定されている。大安図書館では2014年現在、大安町お話の会、熊野子が毎週土曜日に読み聞かせを行っている。1997年4月に図書館へコンピュータを導入するにあたり、 何か特徴あるコーナーを作りたいと考えた結果、駅と併設という立地特性を生かして、鉄道コーナーが設置された。一般に入手可能な鉄道関係の書籍や、雑誌のみならず、子供向けの鉄道絵本や、入手困難な鉄道会社の写詞、鉄道を題材としたビデオ DVD を保有する。写詞は、三義鉄道の協力を得て収集し、 1999年時点で31社分を集めていた。同年時点の所蔵資料は300冊であったが、2009年にはビデオも含め1500点まで増加した。鉄道コーナーの利用者は男子児童、生徒がほとんどであるが、三重県外からの利用者や休日に着いた地中車紙を読み吹ける利用者もいる。切符売り場に隣接する図書館入口下地域では、 ニュ日ガワの自故自住職が1913年4月1日に大正図書館を設立して住民に開放したほか、石川村が公民館内に500冊所蔵の図書室を運営し、大安町発足後は大安町文化会館の一角に図書室を設け、図書館業務を担っていた。三義鉄道第井大駅が老朽化に伴って建て替えが検討された際に、 地域住民から駐輪場の設置要望が出ていたことを受けて、当時の太安町は駅を移設、太安駅に改称するとともに、駅舎に図書館を併設することを決定し、1986年3月25日に太安駅と同時に太安町中央図書館として開館した。太安町中央図書館は、当時のいがべ内で最初に開設された公立図書館であった。 駅舎併設の図書館という珍しさから、開館時には注目を浴びた。ローカル線の駅では、1980年代から1990年代にかけて、駅舎の改築の際に、他の施設を併設することが流行しており、大安駅、大安町中央図書館もその系譜に位置づけられる。図書館、図書室を併設する駅としては、大堀駅、佐久間駅、目満別駅などがある。 大安庁中央図書館は、ステンドグラスを入れるなど凝ったデザインであった。1994年度の蔵書数は2万4000冊と、少なかったが、開館時間は8時30分から19時、休館日は、祝日と年末年始のみで、2016年現在よりも利便性は高かった。1996年6月26日から7月9日まで、 翌年度からコンピュータを導入する下準備として、目録カードと増書を付き合わせる作業のため臨時休館した。1997年4月に図書館へコンピュータを導入、同時に鉄道コーナーが設置された。2000年頃よりボランティア団体、春の会が発足し、図書の返却やラベル調布などの図書館業務の補助を開始した。 2016年3月25日に、台安駅、台安図書館が開業30周年を迎え、3月27日に、お話電車と題して、台安駅と、ほぼ駅を往復する特別列車内で絵本の読み聞かせを行う記念イベントを開催した。三義鉄道、三義線台安駅内にある。駅前に駐車場がある。稲部市、藤原図書館は、 稲部市藤原町市場493番地1の稲部市藤原文化センター2階にある。延べ床面積と登録利用者数は市内4館中最小で蔵書数、貸出冊数は3番目である。なお、中央図書館の設置計画では藤原図書館は子供向けの図書に特化した図書館として存続する予定とされ、2016年時点で、 蔵書の9割が絵本や紙芝居になっている。藤原文化センターは図書館の他調理教室、保健教室、ホール、美術教室などを設置し、2012年には藤原学自然科学館がセンター内に移転した。このため、ふるさとの森コーナーを設置して登山ガイドや自然科学、自然に関わる人々の暮らしに関する資料を扱っている。 藤原図書館では2014年現在、読み聞かせ、タンポポの会が第1.3土曜日に藤原を話し、会、だ玉が第2.4土曜日に読み聞かせを行っている。1989年4月1日に藤原町民文化センター図書館として開館する。稲部郡では同月に当院町立図書館も開館している。2002年、住民有志が 藤原町坂本に伝わる民は、猿の恩返しを紙芝居に仕立て、図書館に寄贈した。この紙芝居は、同年5月から一般貸し出され、多く貸し出されることとなった。2015年11月に開催した図書館祭りでは、稲部市在住の彫刻家、橋本美雄の制作した木彫りの動物100点を展示し、これに合わせて、動物の登場する紙芝居の読み聞かせや、 同様の演奏会などを行った。翌2016年11月23日の図書館、祭りでは、遊びデアによるパズル広場と、茜カネ防によるトリックアート工作教室を開催した。最寄り駅は、三義鉄道三義線西藤原駅で、同駅から徒歩約17分である。図書館は丘の上にある。駐車場は350台分ある。 以下のカテゴリでもこの記事を参照できる。稲部市北税図書館に関するカテゴリ稲部市稲部図書館に関するカテゴリ稲部市大安図書館に関するカテゴリ稲部市藤原図書館に関するカテゴリ稲ぴょんに関するカテゴリありがとうございます。